遂しました。及川幸久でございます。はい、皆さん、この街頭演説、わざわざ来ていただきました。誠にありがとうございます。私、今、あちらこちらで、いわゆる訴えというのをしております。今年は参議院選挙があるので、参議院選挙の前というのもあるんですが、しかし、選挙があるとかないとかなんとかっていうよりも、私自身は本当に個人として、この国の今の現状に危機感を感じています。ものすごい危機感を感じている。それをお話しさせていただきたいと思っています。そんなに長く話しません。30分も話さないので。話した後に本持ってきてくださっている方がいたら本をにサインさせていただきますし、もし時間が許せばなんかスマホがあったらね、一緒に写真撮ったりとかも、します。で、実は私、幸福実現党という政党の役員をしています。党の役員をしています。で、幸福実現党という政党は、比較的新しい政党なんですけど、特徴があります。その特徴っていうのは、国家というものを重視する考え方を持っています。国家、国というもの、当たり前じゃないかと思うかもしれないけど、実はそうでもなくて、今世の中とか世界中でグローバリズムっていうのが結構流行ってるんですね。グローバリズムっていうのはグローバル、もう世界はもう科学とか交通手段が発達したので、国とか国境とかそんな古臭いものはもうなしで、貿易とかももっと自由にやって、人の出入りも自由にやって、もう民族とか歴史とかそんなのいいじゃないかと、というのがグローバリズムという、割と今の世界の流行りなんですよ。で、それに対して、いやいやそうじゃなくて、やっぱり国というのは民族とか歴史とか伝統とかがあるので、そういう古いものを大事にしないと国というのは崩れるんじゃないかというのが国家を大事にする考え方。これ反グローバリズムと言ってもいいし、ナショナリズムっていうとちょっとなんか極右みたいな感じに聞こえちゃうので、一応反グローバリズムって言い方をしますけど、国家という概念を大事にする政党なんです。国家っていうものを構成する要素が3つあります。それは国民と領土と主権です。主権、国家主権、国民がいて、我々国民がいて、そして領土があって、そこを支配する、そこを治める主権がある、政府がある。この国民と領土と主権というのは国家を要請する3要素なんです。これがないと国家ではない、ありません。この3要素の中で今日本にとって問題なのは領土です。領土、北海道に来てやっぱりつくづく感じるのは北方領土。北方領土は日本のものです。間違いなく日本のものです。現在は旧ソ連、今のロシアに不法占拠されています。その意味では島根県の竹島と一緒です。竹島も韓国に不法占拠されています。で、大事なのはいろんな、確かに過去のいきさつがあって不法占拠されて返せって言っても返してもらえない、韓国でも返してもらえないって言ったら韓国に失礼かもしれないけど、韓国のに取られている竹島もそう簡単に返してもらえない。ましてや相手がロシアとなると、北方領土ずっと交渉してるけど返してもらえない。これが現状です。ただその現状は現状として、問題は北方領土が日本の領土だってことを日本人が忘れていってることです。今実効支配されていたとしても、日本の領土は日本の領土として言い続けるべきだし、絶対に諦めるべきではないと思います。ところがですよ、つい最近今の政府、岸田政権はどうも諦めたようじゃないですか。北方領土の返還交渉打ち切ってますね。北方領土の返還交渉と言ったらいいのか、ロシアと日本との平和条約の交渉と言ったらいいのか、同じ意味だけど、これを相手から打ち切られたんですけど、打ち切られても、どうぞっていうふうに言ってる。私にはどうもこのウクライナのことを一つの大義名分っていうか言い訳として、北方領土交渉を諦めたように放り出したように見えるんですよ。
長くやってもまあどうせアメリカに頼るのも中国に頼るのも両方間違いであって、自ら独立した国家になる。国家っていうのは国民がいて、領土を明確にして、そして主権を持つ。国家主権って何かっつったら、自分の国のことを自分で決められるっていうのが主権なんですよ。今の日本は主権国家でしょうか？今の日本は自分の国のことを全部自分で決められるでしょうか？どっかの国から言われた通りにしなきゃならなくなってないでしょうか？これは主権とは言えない。いや、半分ぐらいは主権あるかもしれないけど、あとの半分はないかもしれない。だとすると、今の日本は反主権国家です。完全な独立国家ではない。我々幸福実現党は、日本が本当の意味で主権国家になるべきだと思います。そういう意味では、まあ右でも左でもないかもしれない。独立を目指す、真の独立を目指す、そういう考え方に基づいています。そういう意味で、今の日本の政治のシステムを考えると、いろんなものが漂流し始めています。この4月になると、いろいろ 年度の始めということで改まっていくんですけど、気になるのは日本の年金。働いてる人は毎月年金の保険料、社会保険料っていうのを取られてますよね。これ税金じゃないですよね。税金じゃない、社会保険だから。しかし税金と同じように強制的に取られている。これ毎月毎月、社会人になって二十歳になったらみんな取られるわけですよ。それは将来の年金のためだと、というんですが、今の日本の年金って本当に年金でしょうか？今20代の若者がいたとしましょう。20代の若者でも毎月1万とか2万とか3万とか取られるんですよ、年金を。だけど今の若者給料低いですよ。この30年間で日本人の平均給料すごい下がってるから。でその一方で給料下がって、その一方で消費税上がって物価は上がってるので、実質はすごい減ってるんですよ。だから今の日本の若者はお金がないので結婚もできないし、車も買えないし、もうスマホでただのゲームやるしかないんですよ。そんな若者からも年金の保険料だけは強制的に取っていくんです。これで日本の若者がモチベーション上がるでしょうか？頑張って働こうって気になるでしょうか？日本のために役立とうなんて思うでしょうか？これはね、いや、そういう若者の精神がたるんでるっていうふうに言ってもいいかもしれないけど、しかしちょっとね、今の日本の政治は若者に冷たすぎる、冷酷すぎると思うんです。年金って言ったって、保険料毎月取られてるけど、それって自分、政府に預けて、政府がちゃんと貯めてくれて、それを増やしてくれて、自分が将来何十年か後に引退したら帰ってくるじゃないでしょ。じゃなくて、今払ってるものはどなたか、他人のどなたかの上の世代の人の年金となってすぐ支払われてるんですよ。その人たちが官僚を辞めて天下りしようと思ったらいくらでも天下りできるんですよ。だってお金があるから。その年金の金を自分たちの天下りしたところの給料だとか退職金とかにいくらでも使えたわけですよ。それも経費だったんですね、年金のね。まあこれ絶対不法じゃないですよ。不法じゃないので、不法じゃないけどおかしいですよ。それだけじゃなくて、この年金のお金っていうのがあたかも税金かのように次々に使われていきました。そしたらなくなっちゃったんですよ、使っちゃったから。まあこれ民間で言ったら使い込みです。民間で言ったら使い込み、政府が同じことやってもそうは言われないんだけどね。でもなくなったのは確かです。だからその後税金が使われてるんです、消費税。なんで消費税で我々からお金集めて消費税として、それを税金だとかなんとかに年金につぎ込む必要あるんでしょうか？だって保険料払ってきたでしょ。これね、日本の政府、まあ、政府自民党はずっと言ってました。消費税が 3% から 5%、 8%、 10% 上がるけど、これは全部皆さんの年金を安定させるためなんで、年金のためだからいいでしょって
言ってきましたが、いやいや年金のためにも払ってんだよ、何年も何十年も、それで足りなくなったってどういうことなんですかっていうことを誰も聞かないので、なんか消費税取られるのが当たり前のように疑問を持たないようにさせられてるんですけど、私は疑問を持つべきだと思うんです。幸福実現党はこういうところにイチャモンつけるんですよ。使い込んだんじゃないですかって、政府が何十年か前に、それそのままになってるんじゃないですかって、それはおかしくないかい。もしそうじゃなかったら、日本みたいな人口の多い国だったら、その年金のお金を集めて政府が誠実に運用したら増えるんですよ。私実は今は幸福の科学の宗教家ですけど、そうなる前は、ね、前はニューヨークとロンドンの国際金融の業界で年金の運用やってたんですね。運用会社にいたんです。世界中の年金基金を預かって運用してる会社だったんですよ。年金っていうのは普通の投資と違ってサイズがでかいので、リスク取らなくてもちょっとした安全な運用で増えるんですよ。それをやっていたら、それを真面目に誠実にやってたら、そんなね税金なんか使わなくたっていいはずなんです。税金をつぎ込むようになった理由は使っちゃったからでしょ、無駄に。これは問題です。で、今何やってるかっていうと、4月になると必ず現役世代からの年金の、まあ、社会保険料が値上がりする。この15年で日本人が払っている社会保険料倍になりました。倍ですよ。で、給付を受ける側、年金の給付を受ける側はちょっとずつ減ってるじゃないですか。目減りしている。払う側は増えている、もらう側は減っている。で、消費税はずっと上がっている。これってもう破綻した制度の延命措置だと思います。延命措置で、それをなんとか本当は破綻してるんだけど破綻してないように見せる。なぜならば政治家とか政府とか政党というものが年金を破綻してるなんて言ったら大変なことになっちゃうので、口が裂けても誰も言えない。まあそういうのはうちみたいな政党が言った方がいいと思ってはっきり言うべきだと思ってるんですけど、日本の年金は破綻してますよ。破綻したものは一旦整理すべきだと思います。延命すればするほど後で大変なことになる。今ですら若者のこの保険料はどんどん上がってるんです。あの税金じゃないんですよ。今若い人たちが苦しんでるのは税金で苦しんでるんじゃないんです。年金で苦しんでるんですよ。それも自分に返ってこない。ここを早く何とかしてあげないと日本で未来はないと思う。だって若者が日本の未来でしょ、子供たちが日本の未来でしょ。そこに希望がなかったら国に希望がないです。もしやるとしたら、まあ、あの今の現役、今の、あの年金給付世代は守らなきゃいけないのは確かですよ。特にあの障害者の家庭だったりとか、こういう年金のお金がなかったら絶対生活ができない人たちがいっぱいいる。そういうところは政府の責任として守らなきゃいけないのは確かです。でもそのためだったら国債、特別な国債、年金国債みたいなものを出しても仕方ないと思うんですが、ただ整理すべきものは整理すべきだと思います。そして一回作り通した、まあ、この後もしあのお時間よろしかったら、あの本のサインとかさせていただきますし、まあ、あの写真撮りたいという人がいたら写真もね、あの撮らせてもらいます。ということで、今日の皆さん、今回の参議院選挙、親中派を一掃しよう。もうね、あの少なくとも与党の2つの政党はどう見ても親中派だな。もうこれはもうやめた方がいいと思うんですよね。まあ、かといって他にどっかあるのかというと、なんか なさそうなので、どこにも入れるところがなかったらうちに入れて。あんまり信用できないかもしれないけど、まあ、大丈夫ですよ。で、北海道の皆さん、森山って覚えておいてください。皆さん、今日最後まで聞いていただいて誠にありがとうございました。